ゆいちゃん久しぶり。大輝やお母さんたちと元気にやってる？いさきさんお久しぶりです。私も皆さんも元気にしていますよ。そうならよかった。あのね、いきなりで悪いんだけど、今度私実家に戻ることになったのよね。だからこれからは私も同居人になるからよろしくね。え、実家に戻るってどうされたんですか？ちょっとゆいちゃん、嫁に行った義士が出戻ってくるなんて理由は一つしかないでしょ。離婚よ離婚。私旦那とつい昨日離婚したのよね。え、そうだったんですか？これからお母さんたちには報告するつもりだけど、ゆいちゃん実家で同居してくれてるでしょ。私もこれから厄介になるわけだし、先にあなたに伝えておこうかなって。というわけで私の部屋の掃除よろしくね。実家の家事掃除担当はゆいちゃんだって聞いてるわよ。ちょっと待ってください。離婚で実家に戻ってこられるのは理解できるんですけど、もうとっくに美咲さんの部屋はありませんよ。は？なんで？2階に私の部屋があるはずよ。お母さんから聞いていませんか？2階の美咲さんのお部屋は私の部屋として使わせていただいているんです。は？夫の大輝が今年から職場の夜勤シフトに入ることになったんです。それで私とは昼夜逆転生活になって過ごしにくいからと、私が美咲さんの部屋に移ったんです。なのでもうこのお家に空き部屋はありませんし、美咲さんが戻ってきてもどこで寝たらいいのか。そういえばそんなこと言われていたような気もしなくもないわね。一度お母さんたちと相談してきますね。話し合いをスムーズにするためにも、美咲さんから早めにお母さんたちへ離婚の報告をしてくれませんか？でも話し合いって面倒よね。私はただ自分の実家に戻るだけなのよ。私が寝る部屋がないなら嫁のあんたが出て行けばいいだけの話じゃないかしら。え？だって部屋の持ち主はもともと私だもの。私から両親や弟には報告しておくから、あなたはとっとと荷物まとめておいてくれる？それで明日中には出てってくれると助かるな。いやいやいや、さすがにそれは困ります。は？なんで？だって部屋がないんだもの。適当に近所にアパートでも借りてきなさいよ。お言葉ですけど、それは美咲さんがしてはどうでしょう。は？なんで実家があるのに私がお金出して部屋を借りないといけないのよ。それに一人暮らしといえど料理に洗濯にいろいろ面倒だし、私は楽な実家に戻りたいの。出ていくなら当然嫁のあなたでしょうが。そんな。じゃ掃除しておくのよ。あんたの部屋は私の部屋だったんだからね。ねえ、今どこにいるの？ちょっと外で話したいから駅前のカフェに来て。は？どうしたんだよ。美咲さんから連絡来た？離婚して実家に戻ってくるって話聞いた？ああ、それならさっき母さんから聞いたぞ。なら私を追い出すって話も聞いた？美咲さんたらひどいのよ。部屋がないなら嫁が出ていけって。お家だとお母さんもいて大きい声で話しにくいし、とにかく今からカフェに来て、私の愚痴を聞きながら一緒に対策考えて。いや、その必要はないだろう。だってもうお前の荷物運び出しちゃったし。は？私の荷物を運び出した？ああ、ちょうど昼寝してるところを母さんに叩き起こされてな。姉ちゃんが帰ってくるからお前の荷物をまとめろって言ってきたんだ。待って待って待って、それで言われた通りに私の荷物をまとめて出したの？どこに私の荷物を置いたのよ。安心しろ、すぐに実家近くの格安アパート見つけておいたからな。え？近所の親戚が格安アパートを持っててさ、父さんが交渉してくれて即日部屋を貸してもらったんだよ。ちょっと待ってよ。それでもう私の荷物をそこに勝手に運び出したってわけ？だって姉ちゃんが明日には引っ越してきたいって言うんだもん。ちょうどお前も買い物に出ていていなかったし、荷物運び出すなら今しかないだろう。はあ？ああそうそう、借りたアパートなんだけどさ、風呂なしトイレなしだけど別に大丈夫だよな。お前は通い妻になるから特に何も問題ないと思うし。通い妻ってどういうことよ。まさか私だけアパートに一人暮らしなのに家事をしに実家に来いだなんて言わないわよね。え？
それを言うつもりなんだけど。はあ？だって家事がお前の仕事だろ。専業主婦なんだから、ちゃんと今まで通りやってもらうぞ。そんな。朝起きて朝食作りに実家に来て、そのまま夜まで俺たち家族の世話、そんで晩ご飯作って皿も洗って、一番最後に風呂入ったらアパートに寝に戻れば完璧じゃん。これだと風呂なしアパートでも十分だよな。はあ？それと家賃は親戚価格の月3万でいいってさ。これくらいならお前もパートを始めたらなんとかなるだろう。1ヶ月分はこっちが負担してあげるけど、その間にパート先も見つけておけよ。ふざけないで、こんなのってあんまりだわ。何怒ってるんだよ。姉ちゃんが帰ってくるんだから仕方がないだろ。お前は立場が一番弱い嫁なんだしさ、空気読めよ。じゃ、今日は荷物の運び出しで疲れたから、晩飯は肉料理な。早くご飯作りに戻ってこいよ。早速今日から実家に戻ってきたわ。私のために引っ越ししてくれてありがとうね。私は何一つ納得していませんけどね。こんな追い出され方、不快でしかありません。不快でも何でも仕方ないでしょ。部屋がないんだから。でね、今日は私の引っ越し祝いですき焼きが食べたいな。今買い物に出てるんでしょ。美味しいお肉買ってきてちょうだい。揃いも揃って私のことを何だと思ってるんですか。私は家政婦じゃありませんよ。ちょっと、勝手に荷物を運び出されたくらいで怒らないでよ。義士が出戻るんだから、嫁はとっとと部屋を明け渡して当然でしょ。これからは通い妻になってお世話しに来てね。今までお世話になりました。え？私は二度とそちらのお宅に伺うことはありません。このまま離婚届もらってきます。え？離婚届？美咲さんも書いたばかりなんですから、どんなものか分かりますよね。通い妻になんて誰がなるもんですか。荷物を運び出してくれて助かりましたよ。これだと離婚もスムーズですね。ちょっと離婚ってあんた本気なの？はい、本気です。このままこの家で都合のいい家政婦扱いをされるなら、今のうちに離婚する方が100倍マシです。はあ？嫁のくせに勝手に離婚なんてしていいと思ってるの？あんたがいなくなったら誰がうちの家事をするのよ。自分たちで行うのが普通では。え？ではこれで失礼します。大輝やお母さんにはお手数をおかけしますが、美咲さんから伝えていただいていいですか。私もうバカ家族とは極力話もしたくありませんので。ちょっとゆいちゃん、なんで通い妻として実家に来てくれないのよ。もう洗濯物溜まってるんだけど。冷蔵庫なんてすっからかんよ。離婚するとお伝えしましたよね。私が行かないのも当然ですよ。弟はまだ離婚届にサインしていないわ。だからあんたが何と言おうとまだ嫁なの。早く嫁として実家の家事をやりに来なさいよ。あんたが来ないせいでもう家中汚いんだから。でしょうね。ゴミもろくにゴミ箱に捨てない人たちですもの。何でもかんでも嫁が拾って捨ててくれると思ってるんでしょ。ねえ、家を追い出されたからこういう嫌がらせするんでしょ。意外とゆいちゃんが心の狭い人だってことは分かったから、もういい加減に大人になってよ。は？こっちも反省すべきところは反省するわ。やっぱり風呂なしトイレなしのアパートって嫌よね。だから実家にゆいちゃんの居場所を用意するわ。弟にはゆいちゃんと一緒に寝るように伝えたし、これでもう元通りよ。いやいや、どこが元通りなんですか。美咲さんや大輝が私に言った言動はなかったことにできません。私を家政婦にしか見ていないことが分かった以上、何があってもそちらには戻りません。もうそうやって強がって、ぶっちゃけゆいちゃんだって早くそのボロアパートから抜け出したいわよね。せっかくこっちが歩み寄ってあげてるんだから、調子に乗るのもいい加減にしなさいよ。は？っていうか、あんたの夫の姉が戻ってきてって頼んでるのよ。嫁ならごちゃごちゃ言わずに黙って言うこと聞くものでしょうが。特別にあんたの部屋を用意しておくから戻ってきていいって言ってるの。だから実家の家事洗濯全部やりなさいよね。月給20万になりますね。え？そこまで私が必要なのであれば、それに対する対価をお願いします。住み込み費用としてそれくらいいただけるのであれば、
私も前向きに検討させていただきます。対価ってのが月20万?嫁のくせにお金を要求するだなんて何を考えてるのよ。早く戻ってきなさいよ。私今住んでるところからそれぐらいいただいているんです。だから同等の金額であればいいですよ。無理ならこの件についてはもう話は終わりです。ちょっと待ってよ。今住んでるところってあんたは風呂なしのボロアパートにいるんでしょ。なんでそこから月20万ももらえるのよ。私タワマンで暮らしていますけど。え、あ、今のはさすがに語弊がありましたね。今はタワマンのお家に住み込みさせていただいています。住み込みの家政婦として雇いたいと美咲さんの元旦那さんから連絡があったんですよね。私の元旦那ですって。はい。そして彼から話は全て聞きました。美咲さんの離婚理由はあなたが専業主婦なのに一切家事をしなかったせいだそうですね。しかも使い込んだ貯金を1円も返さずまるで逃げるように実家に戻ったとか。あ、待って待って、なんで元旦那がゆいちゃんに連絡なんてしてくるのよ。あんたたち連絡取り合うような仲でもないでしょ。既実家に連絡しても家族ぐるみで邪魔されて1円も回収できないと大輝の嫁の私に泣きついてきたんです。嫁の私ならまともに話を聞いてくれるはずだとね。え、離婚の理由や使い込みのお金についてご両親や弟の大輝にはまだ隠しているそうですね。そして一方的に元旦那さんをブロックしているとか。お母さんたちに連絡しても離婚したらもう他人だと取り継いでもらえないとか。でもそれでどうしてあんたが住み込み家政婦になるっていうのよ。丁重に私は力になれないことを説明したからです。私の今の境遇もお話ししたら元旦那さんが言い出したんですよ。ゴミ以下のあなたたちとこれ以上関わるよりもいっそ使い込まれたお金は諦めて綺麗な家で暮らしたい、住み込み家政婦として来てくれないかってね。ゴミ以下ですって？え、何か間違ってます？はあ？っていうかあんたも頭おかしいんじゃないの？よく義士の元旦那の家にホイホイと行けるわね。だってお風呂もトイレも綺麗なんですもん。あなた方が用意したボロアパートに比べたら断然タワマンの綺麗なお部屋を選びますよ。はあ？上下階で借りてるそうなので私は下のお部屋に住まわせていただいています。朝から晩まで決められた時間だけ働けばいいですし、そもそも綺麗好きで理不尽に部屋が汚れることもないですし、本当に最高の労働環境ですよ。賃金も申し分ないですし。ふざけんな。あんたは弟の嫁なのよ。家事労働するならこっちの実家でしょ。そんなところはいいから早くこっちに来なさいよ。なら月給20万以上出してください。私を動かしたいならそれしか方法はありません。はあ？離婚届にサインしてくれないならそれはそれでいいですよ。ある程度の別居期間があればあとは裁判すればいいだけですし。え？それよりも美咲さんはご自身のことを心配されてはどうでしょう。一度は使い込まれたお金を諦めると言っていた元旦那さんですが、私がそういうのに強い弁護士さんを見つけたおかげで早速回収に動き出すそうです。なんですって？家政婦としての仕事の一環ですよね。家主が心置きなく過ごせる環境にするのが私の仕事ですので。そんなせっかく逃げ切れたと思ったのに。使い込んだ金額約200万と聞いていますが、早めに返済のめどを立てることをお勧めします。ではこれで失礼します。その後すぐに弁護士を立てられた美咲さんは200万の使い込みと返済が実家にバレ、お母さんたちは大慌て。ご両親はこの疫病神がお前を追い出して嫁を連れ戻すなんて言っていたそうですが、元旦那さんが弁護士に私の離婚の件も相談しておいてくれたらしく、あっさりと離婚が成立。結果的に美咲さんはご両親から借金という形でお金を用意し、使い込んだお金を返してくれました。そして美咲さんや大輝、そしてそのご両親はゴミ屋敷と貸した家で家族4人、つつましく暮らしているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他
にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。